皆様おはようございます。9月の19日午前10時8分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日木曜日でございますね、朝活マン TV 朝配信をね行っていきたいと思います。皆様いかがお過ごしでございましょうか。利下げ、いきなり急にね、いきなり急にでございます。話変わりますけれども、今朝、3時ぐらいだったかな、FRB がね、利下げの発表を行って、FOMC でございますよ。 0.5% の利下げというところが決定をいたしました。それに伴ってね、今ビットコインがちょっとこう勢いよく2000ドルぐらいかな、上昇を見せてきているわけでございますけれども、まあ、果たしてどうなることやらと、まあ、ビットマン TV のね、先物関係のポジションも、チャートを見るときに言っておきますからね、よろしくお願いいたします。で、あとは、今ね、見ていただいているのがビットマン TV の X になるわけでございますけれども、今日は特に、この X の方に発信をしている案内関係はないんですけれども、これは昨日の配信でございますね。4年ぶりの利下げでビットコインはどうなるとね、まあ、利下げ 0.5% を受けて、まあ、上がっていったというところでございます。だけれどもね、ちょっと今日のニュースでも流しますけれども、もしかしたらこの上昇はね、持続しないかもしれないというふうに言っている有名な方がいらっしゃいますから、ニュースの方もね、ぜひともチェックしてみてください。で、X の方からの案内はないんですけれども、こちらですね、BinX さんですね、BinX さん。はい。最近ね、ビットマン TV は、このウェルス口座かな、ここかな、ウェルスというところがあるんですけれども、これを使ってね、一応まあ運用をしていると。で、おそらくね、これね、預け入れる方が多ければ多いほど、まあ、パーセンテージは下がっていく、最低パーセンテージはね、まあ、下がっていくような状況にはなるわけでございますけれども、まあ、依然として高いかな、XRP とかも 2% の運用利率がありますし、あとはオンドファイナンスとかはね、もう 3% ぐらいを維持している、あとビットコインに関して言うと 1.5% 以上の、利率で運用ができるということで、まあ、最近ね、ビットマン TV、この BinX さんのウェルス運用というものをね、お気に入りとして活用しているわけでございますけれども、もしね、知らなかった方はぜひとも使ってみてください。で、あとは、こちらでございますね。今朝、てか先ほどかな、見ていたら、ちょっとごめんなさいね。画面がめちゃめちゃでかいんですけど、ごめんなさい、ごめんなさい。入金ボーナスがね、結構こう、大盤振る舞いで、発表されているというか、行われておりますね。で、一応ね、イベント終了まであと1週間ぐらいなんですけれども、まあ、言ってしまうと、アカウントを登録をしていただいて、まあ、入金に応じてね、まあ、ボーナスを配布いたしますよ、というところ。で、初回入金10テザーから、まあ、言ってしまうと、ここに、2ドル相当のボーナスをね、渡しますよとかいう形で出ているわけでございますけれども、ここでね、結構、まあ、いい金額がもらえるのかな？ちょっとごめんなさいね。はい、こういった形。これまだ人数は足していないのかな？このね、初回入金10テザーのところだけ、2ドル、2テザーボーナス、かける5倍の2テザーボーナスで、残り899名って書いてあるんですけども、その下の部分には書いてないんですよね。残り何名っていうのはね。で、一応ね、まあ、累計入金、1万テザーを入れていただくと、2000テザーの掛け5倍のボーナスがねもらえる。掛け5倍って何かって言ったらちょっと この後に言いますね。1万テザーを入れると2000テザーのボーナスがもらえますよという形。これおそらく1万テザー入れるとその前の部分、5000テザー入金とか1000テザー、500テザーって多分あると思うんですけれども、この部分のボーナスは全部受け取りが可能になるのかな。ちょっとそこがね確認は取れてないんですけれども、それ以上もあります。はい。累計入金2万5000テザーとか5万テザーとか、まあ、5万テザーまで行くと、1万テザーの 38%、 あ、ここにもありますね。ウェルスの APR ブーストがかかると言ってしまうと 38% で1週間だけだけれどもね、まあ、運用ができますよというところでございましょう。で、一応タスク関係に関して言うと、累計入金10万テザーまで対応しているって感じか。で、あとはタスクの12からは準入金1000テザー以上法定通貨というふうに書いてありますね。まあ、こういった形でと。で、一応ここに関して言うならば、ごめんなさいね。はい。ここに関して言うならば、まあ、注意点というかね、まあ、上から下に流し込んでいきますけども、まあ、とにもかくにも大盤振る舞いな入金ボーナスをやっていますよということで、9月の27日まであと1週間ぐらいですね、先ほども見ましたけれども。で、イベント参加の対象が、招待されたユーザーのみがね、ご参加いただけますというところでございますので、まあ、招待リンクとかを、まあ、踏むのが嫌だと思う方いらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、もしね、よろしければビットマン TV、この動画の説明欄の方に、BinX さん
のね、アカウント解説用のリンク載せておりますので、ぜひともね、そちらご活用いただきたいなというふうには思うところ。このイベントに絡めてね、ぜひともぜひともね、ご活用なさってみてください。で、先ほど見た、かけ5倍ってなんじゃらほいっていう感じなんでございますけれども、一応ここ書いてますね。はい、ボーナスクーポンっていう一番上の方にね、報酬はタスク完了、タスク達成後24時間以内にクーポン券でも配布と。で、先物ボーナスクーポンは5倍のレバレッジが適用されておりまして、もうすでに5倍のレバレッジが適用されているのかな。で、受け取りから、14日間有効ですというところですから、その14日の間にそのボーナスを使って、まあいわゆる先物でね、タダで取引してみてくださいよと。で、そこに関して、出てくる利益に関しては、まあ当然ね、受け取ることができますからね、まあそこは安心してくださいというところでございましょう。このボーナスクレジット使って利益上がるのに引き出せない、そんなね、わけわかんねえことは、まあ普通に取引はしないですからね、まあそこは安心してくださっていいかなと。ただ、まあ5倍のレバレッジがまあ適用されているクーポン券でございますから、そこはね、お間違いなきをよろしくお願いいたします。で、今回のイベントでのボーナスクーポンは必要な取引量を達成することで受け取ることが可能ですというところになっておりますので、そこも合わせてね、注意しておいてください。よろしくお願いいたします。まあ、とにもかくにも、結構ね、いい大盤振る舞いな入金イベントが、まあ、されているというところ。まあ、それぐらいでしょうかね、今日はね。あとは、初回プレローンチ。うん。これ何なんだ？ハムスターと交換をしてくださいということですね。ローンチプールが、まあ、新しく発表されているというところでございましょうか。そうですね。ビットコインとテーザーを預け入れて、そうね、ハムスターという通貨をもらいましょうというプレローンチプールというものもやっておりますから、そこも合わせてね、チェックしてみてください。よろしくお願いいたします。で、先ほども言いましたように、BinX さんのね、ビットマン TV 専用リンクはこの動画の説明欄の方に貼っておりますので、ぜひともご活用いただきたいなと。で、繰り返しになりますけれども、ウェルス口座、ウェルス運用ね、ここはもう引き目、まあ、他の取引所とね、まあ、比べるわけじゃないんだけれども、かなりね、利率はいい。他の取引所に比べると多分 1.5 倍から2倍ぐらいはあるかなというふうに思います。芝コインとかも持っている方いらっしゃるでしょ。芝犬、うん、芝コインとかも 1.5% 運用だったかな、確かね。ちょっと見てみましょうか。ごめんなさいね、こう下かなり見にくいと思うんですけれども、ちょっとぐーっと上から下流し込んでいきますけれども、結構いろんな通貨がねありますよ。同時コインも 1.5% 以上からの運用ができると。結構皆さん多分やってるのが 1% かな、 1% 運用。ファイルコインとか 2.5% 以上ありますからね、うん、これ最低ですよ、 2.5% 以上で。あとは上から流し込んでいきますけれども、持っているのが多いのが芝とかを持っている方が多いのかな。さっき言ったね、これオンドファイナンスは 3% 以上の運用で、あとは、芝ね。芝今ここは 1% か。だけれどもね、ビットゲットさんとかだったら、確かね、0.3% とかの運用だったと思うんですよ。うん。芝犬ね、0.3% ぐらいの運用だったと思うんで、それにしてもね、まあ、高いでしょうと。最低 1% 以上はありますからね。もし、口座の中で浮かしている方がいるんだったら、まあ、これはかなり使えるかなと。ソルとかも 2%、最低ですよ、これ。うん。最低 2% 運用。5ソル、以上だったら、5ソルより多かったら、2% 以上の運用になりますと。まあ、運用させる人はね、まあ、たった2枚だけとかじゃないと思いますからね。ぜひともぜひとも使ってみてください。今勢いのあるスイとかも 1.5% 以上の運用だし、まあ、とにもかくにもちょっとここ下がね、かなり狭くて見にくいので、ご自身でね、ちょっとこうチェックをねしてみてください。よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日のご案内関係、 BinX さんの運用関係と、あとは入金キャンペーンがね、今結構大盤振る舞いのものが行われてますよ、あと1週間ですよというところ認識しておいてください。で、行きましょう行きましょう。今日の内容、重要ニュースが2つでございますね。いきまーす。まずはお一つ目。はい。こちら、まあ、ちょっとこうね、エンタメ系のニュースでしょう。トランプさんが、はい。ビットコインを使ってハンバーガーを購入しましたと。もう、ハンバーガー購入するだけでニュースになる男。最高でございますよね。まあ、ビットコインを使って購入をしたというところがね、やっぱりこう、ポイントなんでございましょう。読んでおきましょう。はい。ごめんなさい、ごめんなさい。トランプさんが、ビットコインを受け入れることで有名なニューヨーク市内のバー兼レストランに登場をして仮想通貨決済をね、利用したことが分かったと。で、9月18日にパブキーが X で投稿した内容によると、トランプ氏はこのニューヨークのバーでビットコインを使ってハンバーガーを購入、ビットコイン支持者であり、プロフェッショナル、キャピタルマネジメントの CEO である方は、その選挙陣営の場に立ち会っておって、トランプ氏の、トラッシュ、トゥルース、ごめんなさい、トゥルース、ソーシャルアカウントでも、この出来事がね、報告をされましたと。で、ビットコインをかつて詐欺と呼び、仮想通貨を根拠のないものとして批判していたトランプさんですが、2024年の選挙キャンペーンではビットコインマイナーを支持して、ナッシュビルで行われたビットコインの2024年カンファレンスでも講演をね、行っておりますと。もうね、暗号業界味方につける以外ね、みたいなことでございますね。で、
パブキーのマーケティングスタッフはテレグラムを通じて、ビットコインの取引がライトニングネットワーク上で行われたかどうかを確認しようとしましたが、利用されたかは分からなかったと。で、映像にはトランプ氏が少なくとも12個のハンバーガーを購入して、参加者にクリプトバーガーと称して配る姿がね、映っていました、ということですね。で、次、はい。アメリカの選挙まであと48日間と。うん。今どうなってんのかな、ハリス副大統領がトランプ氏に対してニューヨーク州では16ポイントをね、リードしていることが分かっているということで、全体としたらそう差はないのかな。で、続き読みますよ。トランプ氏とは異なって、まあ、ハリスさんね、ハリス副大統領は仮想通貨を選挙キャンペーンの一部にしていないと、いわゆる暗号業界を味方につけようなんていうのはさらさら思っていないということでしょう。専門家は彼女がバイデン政権の仮想通貨やブロックチェーンに対する政策から大きく離れることはないと予想。ハリス氏の上級顧問の一人は8月にハリス副大統領が業界の成長を支援する政策を支持すると述べていたと。民主党の大統領候補を支持する政治行動委員会フューチャー、フォワードは仮想通貨での寄付もね受け入れているということで、まあ選挙にね、関してはかなり重要でしょう。あと48日というところなんでございますけれども、まあね、暗号業界の中にいる方々にとっては、まあ間違いなくトランプさんがね、まあ再選してほしいというのは当然思っているわけでございましょうけれども、まあビットマン TV も、当然そのうちの一人、トランプさんがね、やっぱり再選、大統領に再選した際には、やっぱり今言い続けている通りね、暗号業界に、まあ、かなりの追い風が吹くんじゃないかなと思いますから、まあ、そこは期待しておきましょう。11月の初旬あたりかな、大統領選挙がね、11月の初旬あたりですから、まあ、ここがかなり次のキーポイントになるかなというふうに思いますので、注目しておいてください。はい、で次いきます。今日のニュースの最後、こちら。はい、今回ね、明朝でございましょうけれども、0.5% の利下げを発表したと。で、それに伴って、クリプト、バリバリバリーと上がっていくかと思いきや、アーサー・ヘイズさんね、あの、ビットメックスの元 CEO のアーサー・ヘイズさんが、暗号資産暴落可能性を言及したというところですね。上から下に読んでおきましょう。どういったことなのか。まあ、読めば、確かにね、っていう感じになります。はい。今、メイルストロームというところの最高投資責任者であるのか。うん。ビットメックス、元ビットメックスのね、CEO のアーサー・ヘイズ氏は、9月18日に、まあ、もう発表されております。FRB による、利下げから、数日後に、だから今から数日後ということです。暗号資産を含むリスク資産がね、暴落をする可能性があると、もう大胆な発言をしたと。で、どういったことかっていうことですね。FRB は間もなく2020年以来初となる、まあ、利下げでも発表しました。はい、0.5% 下げです。はい。歴史的にビットコインにとっては、良い前兆とはなっていますと。で、いわゆる流動性の緩和サイクルのね、引き金となるということですね。まあ、言ってしまうと、利下げがね、行われるということは、人々はお金を借りやすくなると。銀行とか、ああいったところからね。じゃあ、だって金利が低くなるわけですから、借りたとしても返すときに、ね、利息がそんな取られないというところでお金を借りて、リスク資産に回す方が、まあ、多くなると。そういったことを言っているわけです。で、しかし、はい。差し迫った利下げは、インフレ問題をさらに悪化をさせる円高につながって、幅広いリスク回避を引き起こすだろうと、ヘイズ氏は、シンガポールで開催されたトークン2049のカンファレンスの合間に、コインデスクとの独占インタビューで説明したと。で、アメリカではインフレが依然として問題。政府が価格上昇圧力の最大の要因となっているため、利下げは悪い考えだと。で、借り入れを安くすると、インフレがさらに進むとヘイズ氏は述べたということですね。で、二つ目の理由は、利下げによりアメリカと日本の金利差がね、縮小すること。まあ、アメリカは利下げ、日本は利上げという形になるのかな。そうなると金利差がね、縮小当然していきますよ。円高につながっていきますもんね。これは、円高の、急激な上昇につながっていって、円キャリートレードの巻き戻しをね、引き起こす可能性があると付け加えたということですね。まあ、円キャリートレードの巻き戻しで言ったら、最近あったね、まあ、大暴落っていう風に言っていいのかな、大暴落があったわけじゃないですか、月曜日だったかな、それこそね、週明け月曜日にね、あったと思うんですけど、またあれを引き起こすんじゃないかと。で、日本銀行が基準貸付コストを0から 0.25% に引き上げた後、市場は円高とそれに伴う円キャリートレードの巻き戻しによる不安定化の効果を8月初旬にね、まあ、味わったと。で、その時が1週間で6万4000ドルから5万ドルにね、まあ言ってしまうと1万4000ドル幅ぐらいでの大幅下落を引き起こしましたと。まあ、かなりね、大きな下落だったですよ、この前のね。で、まあ、でもね、ビットマン TV もそうだし、まあ、それぐらいの下落どうしたぐらいの勢いなんでございますけれども、まあ、ガチ保税ですからね、基本的にはね。で、ヘイズ氏は、短期的に重要となるのは、アメリカドルと円、まあ、円とアメリカドルの関係だと述べたと。で、ほとんどのアナリストは、FRB が別のルートを取るため、日銀が今後数ヶ月で、金利をさらに引き上げると予想していると。で、政策の方向性がね、もう全く異なりますよね。アメリカは利下げ、日本は利上げっていうことですからね。円はさらに上昇をして、投資家は円建てローンで調達したリスク資産のポジションをね、解消せざるを得なくなるということですね。だから、これ、
まあ言ってしまうと、円が円高になるっていうことは、だから1ドル150円の時と、まあ1ドル100円の時って考えると、言ってしまうと円高ですからね。だから、例えばまあドルで言うならば、じゃあ6万ドルだと、6万ドルだと、ビットコインなんですよ、ビットコインがね。6万ドルだとした場合、例えば日本円が150円だった場合の6万ドルであれば、日本円で言うと900万円ぐらいなんですよね、ビットコインが。日本円で言うと分かりますよね。ビットコインが6万ドルで、日本円が150円だった場合、1ドル150円だった場合、日本円換算するとビットコインが、6万かける、150円ですから、まあ900万円なんですよ、1ビットコインね。ただ、これが円高に進んでいくと、例えばね、極端な話、じゃあ1ドル100円に円高になっちゃったと。した場合、ビットコインの価格は6万ドルでステイなんだけれども、日本円に換算してしまうと600万円になるっていうことですよね。言ってしまうとね。ってことは、まあ、いわゆるね、円建てで買っている方にとっては、目減りしてしまいますから、資産がね、900万円から600万円に目減りしてしまいますから、まあ、切らざるを得なくなるよねっていうことを、まあ、これ言ってるわけですよ。わかりました？今の言ってる意味ね。だから、円高に進むっていうことは、円でね、まあ、言ってしまうと買っている方々にとっては目減りしてしまいますから、それを手締まいする可能性があるんじゃないか。そういった意味でロングポジションを解消せざるを得なくなるんじゃないかっていうことを言ってるわけです。だから円高に進むと結構今世界ではね、ビットコインがやっぱりほらドルベースで話を進められていることがやっぱ多いじゃないですか。ドルベースでね話を進められていってることが多いと思うんで、だからそういった意味でまあこれはね言っているというところでございましょう。まあ逆にね、まあビットマン TV は円安の方にまあ進んでほしいってぶっちゃけた話を思ってるんですよ。だってね、1ドル150円の時だったら、例えば6万ドルだったらですよ、900万円なんだけれども、1ドルがね、例えば200円にね円安になったってなると、1200万円に、日本円で言うと1200万円になりますからね、1万あたりビットコインがね、ドルは変わらないけれども。だからそういった意味で、ドル高っていうのは、結構、ね、あ、ごめんなさい、円高ね、ごめんなさい、円高っていうのは、やっぱり結構ドル目線で見られている資産においては、まあ、損をするか、可能性がやっぱありますからね、円高になってしまうとね。だからそういった意味でこれはまあ言っているんだと。で、ヘイズ氏は、ごめんなさい、続いていきますよ。アメリカの金利が現在の 5.25% から 5.5% の範囲から、ほぼゼロの水準まで下がると見ていると。で、ここに日本が、利上げを行ってくるんだったら、もう金利差もなくなってきちゃいますからね。で、当初の反応は否定的になって、中央銀行の対応は危機を食い止めるために、さらに利下げを、ね、行うことになるだろうと。で、従って、利下げは悪い考えだと思うが、いずれにせよ彼らはそれを実行するだろうし、すぐにゼロになるだろうと説明をしたということですね。で、打って変わってイーサリアム。はい。まあ、だから円高っていうのがね、ちょっとこうね、ポイントなのかな。まあ、日本のね、方々もね、まあ、当然買っている方がたくさんいるでしょうかね。で、金利がゼロに近づくということは、投資家が再び、まあ、ちょっと話戻りますけど、だから、ドルベースでビットコインがバーッと上がっていったとしても、さっき言ったように円高に なればなるほどね、円で、買っている方、だから日本のドル上で買っている方は、まあ、当然資産は目減りしてしまいますからね。なんか上がってるんだけど下がってるみたいなね、状況にはなるのかな。まあ、基本的にはね、意識としたらですよ。だからま、それがどうなることやらということですね。まあ、行きましょう、続きね。金利がゼロに近づくということは、投資家が再び他の場所で利回りを求める可能性があることを意味すると。ほう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 。お、利回りね。だから、ステーキングとかあっち経過で、イーサリアム、エセナの USDE、ペンドルのビットコイン、ステーキングなど、だからステーキング分野に、強気相場がね、訪れてくるんじゃないかというふうに言ってるんですね。で、年率 4% のステーキング利回りを提供するイーサリアムは、最終的には超低金利の恩恵を受けるだろうと。で、ビットコインとイーサリアムを裏付け資産として用いて、それらを10日のショート永久先物ポジションと組み合わせて、利回りを生み出すエセナの USDE と、先週時点で 45% の変動利回りを提供しているディファイプラットフォーム、45% ってエグいっすね、これ。ディファイプラットフォームのペンドルのビットコインステーキングも恩恵を受けると、まあ、ヘイズ氏はね、説明をしたということですね。で、一方、金利に敏感な商品である。トークン化された国債の需要は弱まる可能性があるってことですね。で、上から下、まあ、せっかくだから最後まで読んでいきましょう。過去数年間、スコットランドの市場ステラテジストである、ラッセル氏は、債務対、GDP 比の引き下げに注力する先進国の政府が、通貨供給を掌握して、中央銀行は急速に無関係になりつつあると繰り返し述べてきたと。で、この方によると、政府はインフレ率を高く維持しながら、製造業や再工業化などの分野でターゲットを絞った流動性の創出をね、頼みの綱とするだろうと。ヘイズ氏も同じ考えで、これは暗号資産市場にとっては前向きな展開だと見てると。で、私はその予測に 100% 同意。中央銀行の時代は終わりました。政治家が、権力をね、握って銀行に対して、経済の特定分野で流動性を生み出すよう命じるだろうと皮肉ったと。従って、様々な場所でソフトな資本規制とハードな資本規制が見られるようになるだろう。つまり、暗号資産は世界中で持ち運べ、そのシステムから抜け出すことができる唯一の資産だということだとヘイズ氏はね、まあ、付け加えた
ということですね。まあ、とにもかくにも、今ね、利下げによってビットコイン上がってきているけれども、数日の上昇で終わる可能性もあるんじゃないかということをね、まあ、言っているところでございますよ。まあ、円とドルの関係性がものすごく重要だというふうに言っておりますから、一応ね、やっぱニュースで上がってきてますから、ここはね、意識しておいてください。かなり有名な方で、まあ、ヘイズさんね、結構こうピンポイントに、やっぱりこの価格の上昇下落っていうのは結構当ててくる方ですよね。印象としたらね。だからそういったところ、そういった有名な方がね、まあ、言及しているので、ここはね、注目しておきましょう。よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日のご案内、そして重要ニュース関係は以上となります。で、一旦ね、時飛ばしをしてチャートね、見ておきましょう。一旦時飛ばし。はい、それでは再開していきたいと思います。まずはビットコインですね。行きましょう。行っちゃいましょう。まあ、元気よくね、日足レベルで上がってはきているわけでございますけれども、日足にしておきましょうかね。行きまーす。ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が61,850ドル付近を推移しているような状況でございます。で、ビットマン TV はね、一応、先物で、ロングを入れました。ショートポジションに関しては、一旦ね、ちょっとこう手締まいをした形。うん、59,000、ドルちょっとぐらいだったの59,000、ドル付近で、ショートポジションね、68,000ドル付近で握っていたショートポジション、は、まあ、決済をね、したような状況でございます。で、今の段階で言うと、なんでロングポジションをね、まあ、入れていったのか、今朝なんですけれども、入れていきました。でも、もうそのね、ロングポジションもぶっちゃけもう手締まいしました。大体握ってた時間が2、3時間ぐらいだったかな、手締まいをしたという形、もう、今日の朝7時ぐらいにちょうど入れたのかなっていう形ね、7時、8時ぐらいに入れて、もう決済手締まいしました。で、なんでロングを入れたかって言ったらね、やっぱここですよ。この3日間のやっぱり陰線で下げ切っていたところ、昨日一昨日かな、グッと陽線でね、3日間分の下落を取り戻してきてからの、今朝方7時ぐらいに、このだからここですよね、6万600ドル付近を一旦ね、超えていってからの、押しで、うん、この右下がりの、トレンドラインあるじゃないですか。黒いトレンドラインがあるんですけれども、このトレンドラインの裏タッチでね、ロングインをしました。だから、6万300ドル付近でロングインしたかな。一旦、だから6万600抜けて、下で、に落ちてきた時の、この右下がりの下落の平行というか、トレンドライン上で、ロングポジションを入れて、6万300ドル付近で入れて、そこから上昇を取っていったと。うん。だから、この3日間分のね、下落をすべて覆い隠すような要線が出てきているので、やっぱり、雰囲気としては強いですよね。どう考えたらね。3日間分の売りをこなしていったわけだから、1日でね、打ち消していったわけだから強いし、あとは、右下がりのトレンドライン上に乗っかっていたし、実態で押されていた部分、6万600ドルも明確に抜けていって、上の髭、つけて、長期の移動平均で押されていってからの押しで入れていったって感じ。で、あとは、そのやっぱり 0.5% の利下げがあったじゃないですか。やっぱそれも大きなポイント。ショートからロングにちょっと持ち替えたのはね、0.5% の利下げがやっぱりあったんで、救急には落ちないだろうと。だから、例えば、この前からずっと言ってるように、景気後退のリスクがあるから 0.5% の利下げを早急に行ったっていう風な見方もやっぱりこうできるんじゃないですか。だけどもそれがあったとしても、まあ、そこはアーサーヘイズさんとね、ちょっと考え方は一緒かも。うん。救急に、じゃあ、0.5% の利下げが行われるからといって、景気後退の、懸念がバリッと出てくるかっていうのはそうじゃないじゃないですか。初めは、やっぱり、そっちに対する恩恵が出てくるんじゃないかなっていうふうに思ったんで、で、さっきからずっと言ってるように、この3日分の下げをね、3日分の連続陰線を、陽線で覆い隠すように上昇が出てきているんで、で、さらに言うと6万600ドルを実態として抜けている、右下がりのトレンドもしっかりと抜けていった状況だったので、まあ、ここはね、ロング勝負してもいいだろうと。で、損切りはもうね、この短期の移動平均を割れてからっていう風にしようと思っていたんですけれども、この上昇がうまくはまって、下落してこずに、利益分を確保できたと。で、今ね、ポジションはもうノーポジなんですけれども、一応まあ根拠があってね、そういった形で入れていった、まあ結果論でございますけどもね。で、62,500ドルで全部手締まいを行った感じ。まあこれもね、今日どうなるかわかりません。まだ続伸をしていく可能性もありますし、まあ62,500ドルで全部ね、62,400ドルだったかな。62,400ドルで、全部持っていたポジションを流したんでございますけれども、ここからまたどうなっていくことやらと、一応日足レベルで見ていくならば、長期のね、移動平均線上、この赤いね、ライン上に乗っかっておりますから、もし落ちてきたとしても、一応ね、押し目のラインとしたら、61,200ドルから61,300ドルあたりっていうのが、結構買い支えのポイントとしてはね、直近意識されやすくはなるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、もしね、ロング勝負をしたいんだったら、そのあたりで、まあ、水平の押し、まあ、言ってしまうと、支えを期待して、ポジションを取っていくっていうのは一つ考えどころかなと。ただ、あまりにもね、時間が、またほら、2日3日、この、長期の赤い移動平均線上でうろちょろするんだったら、ここですよ、8月後半で同じような状況が生まれておりますから、それと同じようにまたね、価格をグリッと落とす可能性がある。で、さっきほら、アーサーヘイズさんも、ニュースで言っておりましたけれども、数日後にはね、暴落をする可能性があるよというふうに言っておりましたよ。だから、その懸念がね、まあ、出てくるかもしれませんので、ポジションを取る際にはね、ちょっとこう注意をしておきましょうと。ただ、
さっきから言っております通り、あちらですよ。あれね、上をね、遮るようなものが特に今はないので、上へのね、展開というのをちょっと期待したいと。で、まあ、上がってきた際にはね、この6万5000ドルかな、それこそ8月後半につけていたこのトップネージ、6万5000ドルっていうところが、やっぱりかなり意識はされてくると思いますから、もしロングポジションを取って、上への展開にうまく乗れていった方は、やっぱり直近トップの6万5000、ここでの利益確定というのは一つね、やっぱり考えておくべきかなと。これを明確に抜けていければね、下落の平行チャンネル。まだ、ある程度長い時間軸においては弱含みな展開まだ全然続いておりますからね。弱含みな展開続いておりますから、このトップネージですよ。下落の平行チャンネルのレジスタンスライン。6万8000ドルから6万9000ドル付近での、やっぱり利益確定っていうのはしておくべきかなというふうに思いますので、そこはね、認識しておきましょう。よろしくお願いいたします。まあね、トレードは当然難しいでございますよ。まあ今日のビットマン TV の朝のね、短期のトレードはまあうまくハマっていったわけ。ちょうどね、この日足を見た時に、お、チャンスじゃねえかみたいな感じでございますね。陰線が出てきて、覆い隠すように陽線出てきてるだけ結構ね、市場としては強い。6600超えていければ、さらなる続伸期待できるんじゃないか。つけていって押されてからのロングインでうまくハマっていったのでね、これは良かったと。で、長期の移動平均線上に乗っかってますから、もし落ちてきた際にはまだね、チャンスは残されているかなという感じ。ただ、損切りラインは絶対ね、設定しておかないといけないですからね。損切りラインは絶対設定しておかないといけないですから、やっぱりこう短期的に見た場合、この日足レベルで見た場合ね、この青い短期の移動平均っていうのが、結構ほら、レジスタンスだし、レジスタンス機能してるし、ここもね。あとは、直近ではサポート転換しているので、少なくともやっぱここかな。5万8000ドルを割れ込んだら、これはもう損切りをしていかないと、5万3000ドル付近までの大幅下落っていうところが想定できますから、もしロングポジションを取っていきたいと、いう方がいるんだったら、5万8000ドル割れは、もうこれはね、損切りラインとしては、やっぱり、先物環境は特にですよ、設定しておくべきかなというふうに思いますので、ここはね、認識しておいてください。やっぱり危険な取引はね、まあ、したらまずいかなというふうに思いますし、ずーっとね、まあ、先物に付き合っていくっていうのもいいんだと思うんですけれども、それはね、自分の持っている資金よりも、かなり低い玉量で、ポジションを持っている方はまあいいと思うんですよ。ただ、結構ね、まあギリギリを攻めている方であるとか、ちょっとこう自分の持ち資金では結構無理があるなというね、ポジション量を持っている方は、やっぱり早急にね、割れ込んだらまずいラインを割れ込んでしまうと下落の可能性がありますから、損切りラインをしっかりね、設定していきましょうということでよろしくお願いしますよ。まあ今の段階で言うと、上がね、結構晴れているような状況になってますから、日足レベルで言うと、うまくいけば6万、5000ドル付近までの上昇がね、一旦力強さとしては出てくる可能性があります。それを抜けていけば6万8000から6万9000までね、続伸していきますけれども、あまりにも今の値打ち付近でもたつきがあると、下落の危険性がまた出てくるよっていうのはね、認識しておいてください。はい、で次行きましょう。まあね、一旦の強さが出てきたっていうのは当然これは悪いことじゃないし、いいことでございましょうからね、続伸には期待をしていきたい。ビットマンティビアは まだノーポジションというところで、まあ次どこで入れていこうかなっていうのをね、まあ悩んでいるところでございます。はい、で、次はイーサリアム。ただいまが2390ドル付近をね、推移しているような状況を、先物関係イーサリアムは手をつけてません。全くね、手をつけていない状況を。で、イーサリアムにおいては、右下がりのね、まぁ、ちょっとそこまでバチバチには攻め込んでないんだけれども、ある程度ね、右下がりのトレンドラインが出てきていて、あとは、水平のサポレジ転換ですよね。サポレジ転換線が、ちょうど今の値打ちの上に覆いかぶさっているので、もうちょっと上がってくれば。だから2420ドルとか2430ドルとか、このあたりをつけて日足確定してくれるんであれば、あとちょっと伸びがね、出てくるかも。2530。そしてその上の、この雲の方ね、2700ドルぐらいまでの続伸っていうのが、可能性としては出てくるかもしれませんけれども、ちょっとね、これ日足ですよ。ビットコインとは違ってね、やっぱりこうイーサリアム弱いですよね、ちょっとね、感覚的には。弱いので、なんか、ね、ロングポジションでわざわざ勝負をしていくっていう通貨でもないかなって、むしろショートの方が、優位性がやっぱまだ高いんじゃないかなという感じもする。ビットコインがだって今日、2000ドルぐらいの上昇を見せてきたにもかかわらず、やっぱりイーサリアムってなんだかんだ言ってついていけてないのでね。そういった意味で言うと結構人々の関心がかなり薄れているんじゃないかなというところ。で、ここでビットコインがもし落ちてくるんだったらイーサリアム下落してきますから、そこはついていくんですよね。イーサリアムとかね。他のあるところにも追随していきますので、そういったところを考えていくならばロングよりもショートの方がまだ優勢かなと。抜けるべきラインはやっぱ抜けてないのでね。そういったところもありますから、ショート優勢という形で、捉えておくべきかなと。ただショートポジションを今から仕掛けていくんだったら、やっぱり下に落ちてきた時の2100ドル付近っていうのは利益確定ポイントに間違いなくなると思いますので、そこは鉄則化していきましょう。ショートを持つんだったらね、2100ドルっていうのは、かなりね、長い時間かけてサポート転換ライン、レジサポ転換ラインになってますから、これがかなり強固なね、サポートとしてやっぱり機能してくるでしょう。そういったところを加味していくならば、2100ドル付近での利益確定というのは間違いなく推奨ポイントですからね、そこは認識しておいてください。はい、で次行きましょう。次はいろいろね、元気な通貨もちらほら出てきているかなというところなんですけれども、
まあ、連日見ている、水とかもまだまだ続伸をしているところかな。ちょっとごめんなさい、上から下流し込んでいきますけれども、そうね、かなりね、強さが出てきてるね。もうちょっと伸びていける感じかな。やっぱりこのフェーズに入ってきましたから、1ドル以上から 1.44 ドルフェーズに今入ってきてますから、ちょうどビットコインの上昇にね、相重ねて、まだ続伸をしているところ。ただ、1ドルのね、このレジスタンスラインをうまくサポート転換してますから、これ前も言いましたけれども、ちょうどうまくね、1ドル以上でロングポジションを持てた方は、やっぱり 1.44 ドルでの利益確定っていうのは絶対的に考えておいた方がいいかなっていうのは思います。うん。これやっぱり戻り高値の値打ちですからね、間違いなく 利益確定。だから逃げ切れなかった税が、ここでね、ある程度に、やっと戻ってきましたから、今年の4月からずっとね、もしかしたらほら我慢していた方がいるかもしれないんで、やっとね、もう、精神的に疲れたというか、形で、利益確定っていうのももうプラマイゼロで流し込んでいこうと思う方もいると思いますので、そういった意味で言うと 1.44 ドルっていうのはやっぱり売り圧かかるポイントですからね。で、特に先物で勝負した方はやっぱりこう細かく細かく利益をね確定させていって、現実のお金としてこっちにね引き寄せていかないといけないので、だから現物じゃないんだったら、先物で勝負しているんだったら 1.44 ドルっていうのは利益確定ポイントとしてはね、当然意識されますから、ここはね認識しておいてください。ビットコインの上げにつられて力強さが出てるのはね、ものすごくいいことでしょう。で、上から下に流していきましょう。あとは、力強さが出ている通貨、ゼウス。これね、なんか、直近パリーンと上がってるんですけど、何かあったのかな？かなりね、いい形で上昇している。ただいまが 0.33 ドル付近をね、推移しているようなところでございますけれども、ちょうど、今いる値位置っていうのが、水平のサポレチ転換ライン付近にね、動きを止めているような状況を、色は変えておきましょう。黄色にしておきましょうかね。はい、こういった形。ちょうどね、サポートが機能していてからの、戻ろうとしたんだけれども、レジスタンスラインとして、かなり意識されていたラインで、今もたついているような状況でございますね。で、あとは、まあ、ここはちょっと消していっていいかな。ちょっと雑に入れちゃっていたんでね。消しておきましょう。で、これを抜けていけばね、ちょっと週足に落とし込みますけれども、アダム&イブ形成にね、ちょっとこう、感覚としては、てかま、意識としてはかなり入ってる。出来高がね、ぐっと増えてくれば、もう、完全なるアダム&イブ形成なんでございましょうけれども、アダイブ形成ね。ぐっと、下落してきてからの大幅反発。そこから、カップを作って、今ね、ちょうど、ネックラインを抜けようとしている。で、ここで出来高がぐーっとね、上昇してくれば、綺麗なアダム&イブ形成にはなるんだけれども、ちょっと出来高がついてきていない状況なので、そこだけが気になるところ。ただ、この 0.34 の、まあ、今のね、ネックラインちょうど上にブレイクしていって、さらに続伸していくんだったら、もう戻り高値。はい。0.5 ドル中盤あたりぐらいまで、価格を伸ばしてくる可能性があります。ますから、ちょっとね、チャンス通貨になるかも。はい、0.55 ドルぐらいまでの、この戻り高値ね、安値を更新してますから、この戻り高値値値ぐらいまで、価格をね、さらに続伸していく可能性がありますから、ビットコインが崩れないで、このままね、ゼウス、勢いがね、強ければ、期待がね、持てる通貨にはなりうるかな、というふうに思いますので、ここはね、認識しておいてください。RSI 値も確かに買われすぎ料金あるんですけれども、RSI 値っていうのはね、やっぱりこの市場の強さっていうものもやっぱ当然表してきますから、そういった意味でも買い上げの勢いがかなり強い、というところでね、期待が持てるところでございましょう。明確に抜けてくれば 0.55 ドルっていうところが目標価格にはなります。で、次行きましょう。次は、ネイロね、昨日も見ましたけれども、まあ、ビットマン TV これショート売っちゃってます。ショート売っちゃってます。ビットマン TV。うん。どこで売ってるのか。0.0009 ドルで売ってます。0.0009 ドルで売っている。もう折れてくれと。折れてくれという形。で、0.0009 ドルで売ったんだけれども、そこから続伸してしまって、このね、上昇のウェッジを作ってたんですよ。上昇のウェッジを作ってたんで、まあ、ちょっと弱含みがあって割れ込んでくればちょっと下落、ちょっと下落にね期待をしてショート打ちしてるんですけれども、それがうまくね、まあ、今叶っていないと。で、上昇のウェッジを綺麗に上にブレイクしていって、それをね、いわゆるサポート転換させようとしてますから、もう余計なことしてくれてんじゃねえよね、みたいなね、感じになっているわけでございますけれども、まあ、これがどうなるのことをやらということですね。で、なんで、ま、ショート打ちをしたのか、ショートインをしたのかって一つ根拠があって、まあ、確かに価格がね、ぐんぐん勢いよく上がっていっている。いや、ほら、バイナンスに上場したっていうニュースが、まあ、価格のね、押し上げに当然これはね、まあ、寄与しているわけでございましょうけれども、気になるところ、もう出来高です。うん。出来高が、やっぱり徐々に落ちてきている。落ちてきているので、人々の関心が薄れていっているようなね、形なのかなという判断。やっぱり、出来高がね、この価格上昇に伴って出来高がまだまだガンガン上がっているんだったら、要するに売りたい勢もいれば買いたい勢もいるということで、まだまだ押し上げのね、力があるかもしれないけれども、出来高がやっぱりね、この、価格の上昇に伴って落ちてきているっていうところが結構気になったところだったんで、まあ、出来高だけの判断なんだけれどもね、気になったところだったんで、そろそろ絵切れしてもいいんじゃないかなと、かなり出来高がガタンと落ち込んでるんで、そろそろ絵切れしてもいいんじゃないかなーって思ってるところ、ちょっと続伸怖いね。で、あとは、やっぱり切り板ですよ。0.001 ドル。0.001 ドル手前で、
やっぱり大口そこで仕込んだ方はやっぱり霧を越える前に結構手締まりたいっていう意識もやっぱ出てくるんじゃないかなって、これは期待のね、期待の、セリフですよ。そこにも期待して、ちょっとえぎれを起こして大幅下落期待しておりますぐらいの勢いでショートインしてます。ですからお願いします。マジでこれぐらいね、上昇してるとちょっと怖いんだけれども、どっかでやっぱりね、折れてくるっていうところもやっぱあると思う。さすがに上がり続けるね、相場は。しかもほら、ミームコインでしょ、そこもやっぱあったんですよ、要因としては。確かにミームコイン、上がった時のね、爆発力はやばいけれども、それが落ち着いて売り方にもし回ってきた際、特に大口の方々が一気に売りをね仕掛けていった場合、大幅下落をやっぱり起こしてくる可能性が高いですからね、ミーム系通貨っていうのはね。だからちょっとそこに期待をして、まあ入れているようなところ。だからちょっと一旦下がってきてね、一旦ぐーっと落ち込んできて、もう一回上のトライに入るんだけれども、高値を切り下げるような状況が出てきたら、もうこれは本当にね、本物の下落開始になるかなって思いますから、ちょっとそこに期待して、ちょっと天井圏お願いしますみたいなことなんですけれども、ちょっと折れてきてほしいなという感じね。まあそういった意味で、ネイル入れているわけでございますけれども、まあこれがどうなることやると、出来高が減少してきているっていうのが、ちょっとそこだけの要因なんですけれどもね、気になってショートにしました。まあ抜けていったらちょっと嫌よね。損切りラインは設定は特にしてないので、まあちょっととことん付き合おうというか、どこまで上がってくるかはまだちょっとはっきりわかんないけれどもね、一旦落ちてきたら結構次のアタックで、ダブルトップつけてさらに下落をしてくる可能性があるので、一旦落ちてきたら、ちょっと楽しみなね、相場が出てくるかも。下落の方向でですよ、下落の方向で楽しみになるかもしれないということで、まあそれ待ちでございます。はい、それぐらいにしておきましょうかね。いろんな通貨、まあ元気がね出てきているんだけれども、どうなっていくことやると、まあビットコインもね、65,000ドル、そして68,000ドル付近でのショート打ちはビットマンティペしようと思っています、ぶっちゃけた話。まだロングを入れる、まあ短期的なロング今日入れましたけれども、結構長い目線で見て、ロングを、入れるのはまあちょっと怖いかなという感じもあるので、まあ7万ドルを超えていければね、まあ当然入れる候補にはなるんだけれども、そこまでは日足レベルでやっぱり右下がり推移してますので、まだ弱含みな展開でしょうというところ。そういったところを考えていくならば、短期的にはロング勝負はできるけれども、ちょっと長い付き合いはね、まあ控えた方がいいんじゃないかなって思いますので、そこも合わせながらね、ごめんなさい、最後ビットコインの話になりましたけれども、認識しておいてください。よろしくお願いいたします。今朝のね、上昇が取れた方は、ある程度のところで折り合いをつけて利益確定していかないと、本当に一回ね、落ち出したらバリーという可能性ありますから、一回落ち出したらバリーという可能性がありますからね、そこは注意をね、しておいてください。ということで、よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の配信は以上となります。またまた皆様、次の配信でお会いしましょう。じゃあ、バイ。